あ、先生、はい。今日もちょっとですね、はい。4コマ漫画にはい。コメントいただきたいんですけども、はい。ら、カゴンが来て、まあまあ落ちなよ。モーゴン、ブランコ揺れていないよ。モーゴンの目の錯覚だよ。つまり、モーゴンの目が揺れたんだよ。違う、モーゴン。ブランコ揺れたモーゴン。モーゴンの目は揺れていないモーゴン。錯覚じゃないモーゴン。モーゴンの周期は3.0だもん。いやいや、モーゴン。目が揺れたんだよ。冷静になろうよ。ちょっとすいません、自分で書いて笑っちゃっそうですか。今、作者がなんか、壺に入ってまいす。や、なんちょか、っとなんかももごん、なんかちょっとももごんの目が揺れるっていうのはちょっと変な感じするかもしれないですけど、まあ一応そういう話なんで、ももごんの視力3.0ですから。3.0、遠視じゃないですか、これ。まあ、そういうことちょっと書けないですそね。れ、しかも、遠視です、遠視。いや、ちょっとすみません。太陽の光が眩しすぎるってやつです。まあ、それどうでもいいんです。で、これがまあモモゴンのケースで、で、これ丸一なんで、これ丸一あ、なん丸で、一、丸一、丸二があるんですよこっね。ちをこう言ってます。あ、続きがあ続きるんあでるんすですよね。ね。ブランコ揺れた、モーの目が揺れた、これ譲らないんですね。モーちゃんは揺れたって言った、ブランコ揺れたって言って、カーゴンはモーゴンの目が揺れたんだと。そしたら、イモタンがやってくるんですけど、イモタンの思想は何ですか？イモタンの思想は、あるんですか？まあ、思想ないんですよね。まあ、ないっていうか、イモタン流のまあ無門感で言えば無門みたいなもので全部チャラにしちゃうみたいなところはあるんですけど、ちょっと何してるんだいって言うと、二人に、イモタンに二人の対立した状況を説明してますね、これ。で、3番目で、揺れたのはブランコでもモーゴンの目でもない、泣いたと。じゃあ、何が揺れたのって言って、揺れたのはモーゴン、カーゴンの、二人の心だと。なるほど。これいかがですかね。これパクリなんですけど、完全に。パクリ。どうですかね。なるほどね。これ禅の、禅ってダルマから始まるじゃないですか。で、ダルマで絵画っていうのがいて、まあ第6祖にですね、絵能っていう、禅の時代で最盛期を迎えたって言われる絵能っていうのがいるんですけど、その絵能が、の話が伝わっていて、それをまあイモゴン、まあイモ、あのイモタンを絵能にして、なるほど。まあパクリですね。でもこの話大好きで、ちょっとそれを3人のモモゴン、カワゴン、イモタンで表してみたってやつなんですけど。あれですね。実存主義じゃないですけど、まず人間の主体的意識があって、それで外界が決まるみたいな、哲学で言えば。この実存主義、サルトルですか？サルトル、まずその心があって、でそれで現象だ。現象を見て、ここ、現象を見て云々じゃなくて、まず人間の心があって、それによってその現象が導き出されて、導きっていうか現象があるんですね。その人間の主体的意識、
がまずは最初で、はい、それが なければ何も、始まらないっていう考え方、はい、じゃないかなと思うんですけどね。なるほど。それがあのその禅あの禅禅門禅の世界で、はい、もうあの同じものがあるんじゃないですかね。あ先生、そしたら、実存主義っていうかサルトルって本質は、実存は本質に先立つんでしたっけ？ですから、もう要するにその心云々の前にあるってことですか？そう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 。ああ、はい、なるほど。それのちょっとパラレルに考えられるんじゃないかと。そう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 。逆に例えばデカルトなんかと比較してどうなんですかね。我を思うようにデカルトだったらこう、はい、もろこのなんですかこの、イモタになっちゃいますよね。デカルトがイモタになっちゃいますよね、そうすると西洋は西洋でやっぱりかなりそういうことは言及してたわけですよね。してましたね、でも禅の時代から考えたらデカルトなんて随分後ですから、やっぱり東洋の世界ってそういうところにかなり、早い段階から入り込んでたってことですよね。だからなんかね、デカルトとサルトルが言い合いしているところ、なんかじゃあ中庸の精神を持ったあのイモさんがやってきて、はい、解決しちゃった、解決しておかしいですね。まあこういう3つ目の落としどころっていうんですかね。あ、なるほど。面白いですね。その哲学的なことを言っていくと、確かにサルトルとデカルトの言い合いっていうふうに捉えることもできますよね。そうするとイモタンはそうすると ニーチェっぽいですかね。そうニーチェですね。ニーチェですね。サルトルデカルト、あサルトルデカルトニーチェ。なるほど。そう考えるとまたちょっと面白いことが生まれてきますね。なんか本当はこう作者は自分で作って自分で解説しちゃうっていうのも良くないかもしれないです自作自解っていういいですか。音楽だって自作自演ってのあるんですか。ああ、なるほど。そうですね。それはあの正しいですよ。それ音楽の自作自演あるじゃないですか。そうですね。自分の作った曲を自分で振るんですよ。そうなんですね。あのシンガーソングライターとかとまた違って、そうなんですね、じゃあ別に自作自解でもいいわけですね。自作自解大丈夫ですよ。いやいや嬉しいですよ。じゃあ先生、そちらありがとうございます。いい、また楽しみにしています。はい、リンク貼っておきますので、もしよかったら読んでください。お願いします。アニキャットムービー立ち、よろしくお願いします。お願いします。